イギリスの発明家、セシル・バンデ・ピール・クラークが、初期のリムペットマインを装着しているところ。水雷は指示板に取り付けられており、ダイバーが使用する際には、この位置に保持された。リムペットマインは、感染などに対する破壊工作に用いられる水雷の、うち、船底に磁力などで吸着、密着させ、次元内視は、遠隔操作によって爆発させる、タイプのもの。 急着爆弾とも呼ばれる。工作員を港湾に潜入させて、感染に対する破壊工作を仕掛けるときに用いられる。英語で、リンペットは、カサガイ類を意味し、マインは元来は、鉱山の採掘工を、転じて要塞への爆破工作のために掘られた、地下行動を経て、嫌雷や水雷、地雷など、軍事上の爆破工作に用いられる装置をも指すようになった語である。 岩盤などに強力に吸着する、カサガイ類のように、対象物に吸着して仕掛けることからこの名がついた。リムペットマインは工作員やフロッグマンによっても取り付けられる。こうした水雷は、通常、水面下での操作を容易なものとするよう、本体の密度は、水よりも、わずかに重く設計されている。また通常は、次元進化により作動する。 こうした水雷の多くは処理防止装置を備え、ダイバーにより船底から引き剥がしたり、爆破によって除去しようとすると自爆する機構を備える。工作員に仕掛けられたものを発見した後、水雷を無効化するには、内部構造を精査し、高爆速の爆薬を使用して新幹もしくは電池を破壊する必要がある。一般に人員で運搬できる程度のサイズで、 爆発の威力もそれほど大きくはない。実際の運用では、目標鑑定の重要部分であるソナーを及び、推進装置、火事、スラスター、中排水口付近に仕掛けられることが多い。しかし、流骨を損傷するように仕掛けることによって、当該船舶の修理を不可能とする程度の重大な損傷を与えることも可能である。しばしば、リムペットマインには、 小型のプロペラが装備され、この装置は、感染が、一定距離を航行した後に水雷を起爆させる。これにより、航行に利用される、水道内や、容易には、サルベージできない、深海域で沈没させることができる。深みに沈んだ場合には沈没原因を特定する、ことは難しくなる。これらは、感染の停泊中にしか設置できず、また設置には、 大きな危険を伴うために実戦で使用された例は少ない。リムペットマインを最初に用いたのはイタリアのダイバーであり、1918年11月1日、彼らはクロアチアのプーラ港でテゲト普及土級戦艦フィリブス・ウニティスを撃沈した。ダイバーは潜入と水雷の輸送に際して人間魚雷を使用した。1938年12月、 新規の部隊がイギリス軍内で創設され、すぐに軍情報部として知られることとなった。通常をミと略され、またしばしばミアーともされる。ミは当初マイクと呼ばれた技術部門を吸収した。1939年4月、ミアー部長の情報ランドは彼の旧友であるミリス・ローランド・ジェフリーズ少佐を技術部のディレクターに引き入れ、彼の指導力の下。 設計班は手広く新兵器の開発を行った。ジェフリーズの最初期のアイデアの一つに、ボートの後ろに栄光する爆弾の一種があり、これで通過した船舶の船体に爆弾を取り付けられるというものだった。重量級の爆弾を船舶に固着すること、その信頼性が問題だった。そこではっきりした答えは、可能な限り強力な磁石が使われねばならないということだった。 1939年6月、ジェフリーズは、当時人気だった、科学雑誌、アームチェアサイエンスの一冊を読み、この中には磁石に関する小記事が含まれていた。The most powerful permanent magnet in the world, for its size, has been developed, in the research laboratories of the general electric, company in New York, only half the size of the laser on. A リードペンシル、イットウィルリフト、A フラット、アイアンウェイング5ポンド、イッツ、マグネチックアトラクションイズセベラルタイムズアズストロング、アズザットオブエニープリービアスマグネット、ザストロングリーマグネチックアロイフォーミングザマグネットキャン、ビーユーズド。トゥ、インエレクトリカルイクイップメントツー、リプレースエレクトロ、マグネッツザットリクワイアーカレント、世界で最強力の永久磁石このサイズではが、 ニューヨークにあるゼネラルエレクトリック社の研究所で開発された。鉛筆についている消しゴム半分ほどのサイズのこの磁石は重量5ポンドの鉄のアイロンを持ち上げることができる。その磁力は従来からあるどの磁石よりも何倍も強力である。この磁石の素材である強力な磁気合金はまた電流が必要な電磁石の代わりとして電気機器にも使うことができる。 1939年6月17日、彼はこの磁石についてもっと情報を得るために雑誌の編集者と連絡を取った。この編集者は発明家、スチュアート・マクリーであった。別種の吸着爆弾。第一次世界大戦の時、マクリーは航空機から手榴弾を投下する装置の開発に短期間従事しており、彼は こうした挑戦へ復帰し、取り組むことを絶望していた。ジェフリーズの連絡が来ると、すぐ彼は、実験を行い、試作品を作ると約束した。マクリーは、トレーラーハウスとトレーラー雑誌の編集者であり、軽量トレーラー会社の取締役を務めていたセシル、バンデピール・クラークに連絡した。マクリーは2年前、トレーラーハウスにおける、 クラークの研究に感銘を受けていた。また彼は、クラークの専門知識と工場の使用を必要としていた。マックリーとクラークは、すぐ、新兵器の設計を行う上で協力することに同意した。しかし彼らは、実際的ではないことから、どのようなものであれ、栄光式の水雷というアイデアを速やかに断念した。その代わり彼らは、ダイバーが輸送でき、 直接感染に設置できる爆弾に取り組んだ。新しい兵器はリムペットマインとして知られることとなった。最初のバージョンは数週間で組み立てられた。この発明品の設計には吸着のためのリング状の小型強力な磁石が含まれた。また起爆部分には緩やかに溶解するアニシードボールの菓子が用いられたが、これは対比に 必須の時間を与えるためだった。戦線布告の直前、マクリーの名前がホーランドに示され、彼はマクリーと面会するよう手配した。ホーランドはマクリーがジェフリーズのための良い副官になるだろうと考えていた。彼はマクリーが有能な管理者であり、彼の才能を適切に維持できるだろうとみなしていた。マクリーは陸軍省に民間人として加わり、 ポーランドは1939年10月にマクリーが委員会に加入するよう処置した。クラークは一般人として最高機密のカルティベーターナンバー6計画に参加し、あと2軍に入った。彼はコリン・ガビンスと特殊作戦執行部に勤務し、後には秘密情報部が持つ養成学校の士官、学校長に任命された。1942年、彼が MD1 に転属したとき、結局マックレーと再会することになった。第二次世界大戦中、イギリス軍が使用したリギットリムペットには、爆薬が2 0ラムしか充填されていなかったが、水栓下2ルに仕掛けられたリムペットマインは非装甲の船舶に大きな箱を開けられた。ソエの工作員は1 5ル超の設置用の棒を供給された。 吸着地雷のように陸上で使用するため、ハマグリと呼ばれるより小型のバージョンの開発が、イギリス製のリムペットマインから進められた。これが、ドイツ国防軍陸軍の装甲戦闘車両に用いられた後、ドイツではこれに対処するため、ツインメリットコーティングを開発した。リバティ戦の一隻、SS ハリソングレーオーティス。1943年8月4日、 ジブラルタルにて、イタリア軍のリムペットマインにより大破。乗員2名が死亡。船はスクラップとなったこの投入のうち、最も大規模な例の一つとして、j ウィック作戦がある。これは、第二次世界大戦中に実施された特殊作戦だった。1943年9月、14名の連合軍特殊部隊員により、Z 特別部隊が編成され、シンガポール港で、 日本軍の輸送を奇襲して7隻の船舶に損害を与えた。彼らは港湾内をパドルで漕ぎ渡り、隠された出撃場所に戻る前にリムペットマインを数隻の日本の輸送船に設置した。爆破の結果、リムペットマインは7隻の日本側船舶を撃沈したか大破させた。被害総トン数は3万9000トン以上からなるものだった。 イギリス特殊作戦部隊によるリムペットマイン投入の一例には1942年フランスのボルドーに停泊する商船を狙い使用不能または撃沈を起としたフランクトン作戦があるこの作戦は映画ザケ・ヘルシェル・ヒーローズの主題となった1944年イギリス特殊作戦執行部により編成されたノルウェー独立中隊1話 リムペットマインを用いて MS モンテローザを攻撃した。1945年1月16日、輸送船ドナウの左舷側に沿い、喫水線下50センチメートルに10個のリムペットマインが仕掛けられた。これらの爆弾は、ドナウがオスロフィオルドを離れ、航海に到達した時に爆発するよう、調節されていた。しかし出発時間が遅れ、ドナウが、 港の先の奴隷爆水道に到着する前に爆発が生じ、船は沈没した。1958年9月、アルジェリア戦争中には、トゥーロン港に停泊中のリシュリュー級戦艦の2番カンジャンバールに FLN の水中破壊工作部隊による船底へのリムペットマインの装着事件が起きたが、これは失敗した。1980年、リムペットマインは、 シエラ号の撃沈に用いられた。この捕鯨船は、シーシェパードと対立した後、ポルトガルでドック入りした際に攻撃を受けた。他の使用例として、1985年7月10日、ニュージーランドのオークランド港で、フランスの対外治安総局が工作員を投入し、グリーンピースの所有するレインボーオーリア号を沈没させた。エジプト軍のリムペットマインは、 アフガニスタン紛争中、ムジャーヒディーンが使用するため CIA の手で改良を加えられた。これらはソ連のトラックに対して使用された。ありがとうございます。